とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ストーリーですね。ここのクエストをクリアしていきましょう。諸君。例の怪しいカフェについてだが、Y 学園の施設内で、頻繁に目撃されている。タイミング的にキラボシ共和国が絡んでいるとみて、まず間違いないだろう。正体を突き止めてくれということだね。いいですよ、調査開始。うん。何があるんだろうね。手がかりは薄見沢先生が、話を聞いたそうだ。職員室。お、職員室どこ？職員室なんて行ったことないね。まあ行ってみましょう。いやー、職員室俺初めて入ったよ。いたいた、ウィスパーいたいた。どうしました？私に何か御用でも？怪しい影の手がかりですか。確か気になることを話していた生徒が何人かいましたね。彼らなら1階の購買部、居住エリアの教職員宿舎か。はいはい。ああ、温室庭園。むむ。オッケーオッケー。あ、で、何？はい。N 星人たちの間で優秀なエージェントの噂を耳にしました。敵が出てくるわけだな、これは。まずは一人目。なんだ？最近変わったこと？そうね、月曜と木曜に犬が騒ぐ。曜日指定か。でも今月曜日だ。ちょうどいい。どこか遠くに向かって吠えてて全然おとなしくならないの。なんだか気味が悪いわ。なるほどね。オッケーオッケー。じゃあ次行きましょう。いたいた、二人目。うん。怪しい影だって？ああ、見た見た。俺文房具マニアでさ、よく行きつけの文房具屋に行くんだけど、商業エリアにある。ああ、いるね。あるある、ワイブング。そこで見る。なんか怖いし、確かめたりはしなかったけど、あれって一体何なんだろう。そうかそうか。じゃあ最後、商業エリア行ってみよう。あ、商業エリアじゃなかったね、温室だったな。商業エリアにカウトコっていう巨大スーパーがあるじゃない？あそこって何曜日か忘れちゃったけど、お肉のタイムセールやる。するとなぜかその時間だけワンちゃんがすっごい騒ぐのよね。あ、ちょうど今じゃん、今。ちょうどいいよ。うん、あと1分で5時。カウトコ行ってみましょう。何かが起こるんだろうね。まあボスが出てくるんだろうけど、でもちょうどよかったな。偶然にも月曜日の5時、ちょうどいいよ。あ、いた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 。アニメに出てきた。アニメにいたね。そういえば確かブラックリストに載っていた地球人どもか。挑戦します。見つけたぜ、宇宙人。とうとう正体をつかんだっしょ。我々はエルナ大統領に従うスペシャルエージェント、ワン・イン・ブラックだ。大統領だとふざけたことを。やはりキラボシ共和国の工作員だったか。よくぞ我らにたどり着いたな。ご褒美としてお前たちをグリルチキンにして食ってやろう。そうはさせないわ。危険だ、あまり前に出すぎるな。大丈夫、ここはうちに任せて。お、もしや変身するのかい。それは UR ウォッチかい。もう一本あったのか。おいで。出番ですね。なんだ、見るからに弱そうなやつが出てきたな。負けを悟っておかしくなったのか。地球人を見くびってもらっては困るわ。この日のために二人で特訓したんだから。そうですね、
チーズに釣られて特訓したんですね。チーズ、こいつらバカにしてるのか。腹が減った、さっさと調理しちまおうぜ。どうすんだ、あいつら来るぞ。さあ見せるわよ、モモ。うちらの努力の結晶、新しいヒーローを。はいですね。新しいヒーローだと、まさか。変身。スモモ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 ンガーレディ。なんだと、こいつは確か変身できないんじゃなかったか。くそ、事前の情報と違うぞ。その姿は UR ウォッチガイの開発を進めていく中で、うちは偶然モモの潜在能力に気づいたの。モモはもともと自然に生きる動物、体の中には当然ガイアエネルギーがあるけど、それだけじゃない。変身して戦うほどのエネルギーをモモは体の中に蓄えていたのよ。デブネズミが。ジンペイ君たちと長い間行動を共にしてきたおかげよ。なるほどな、そうやってエネルギーの扱い方を学んだのか。そう、知らず知らずのうちにね。そしてその力は今形になった。け、もう調理するのはやめだ。このまま食ってやる。生肉は趣味じゃないが仕方ない。その怪我は食いちぎってやる。見せてあげるわ、地球人の底力を。来なさい。さあ、モモンガレディになったね。強いのかい。こいつはもう、あ、350か。大したことないでしょう。あ、動き早い、動き早い、動き早い。はいはい、普通に通常攻撃は殴る感じだね。で、あ、なるほど。強攻撃は回復。なんだこれ、必殺技なしに回復するっていうのはいいね。ちょっと待って待って、必殺技はどんな感じだい。あー、モフモフトルネードは、はい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 、ぐるぐる回るのね。でもマタロウの、必殺技とは違って、その場でぐるぐる回るから当てやすい。これはいいかもしれない。あ、必殺技じゃなくて、この強攻撃の回復ってかなり回復するね。今1350回復したよ。モモンガーレディこれいいかもしんない。まあ他の必殺技によるけどね、まだ一つしか見てないから。他の技が強ければ全然採用。初めてにしては上出来かな。疲れたですね。やるじゃんか、クーカ先輩、デブネズミ。モモだよ、いい加減ちゃんと呼んでほしいですね。本当はもっと早くみんなに披露するつもりだったんだけどね。マタロウくんが力を秘めてることが分かって言いそびれちゃって。そういうことだったか。でもこれで僕たち全員変身できるようになったってことしよう。ああ、今後も頼りにしているぞ。うん、任せて。そうだ、せっかく商業エリアまで来たんだから、なんか食っていこうぜ。祝宴というやつか。いいだろう。ラント君、どうかしたの？私は
君をずっと守ってやらねばと思ってきた。しかし私が思っている以上に君は強くたくましい女性になっていた。いつの間にか私の方が君の後を追いかけていたようだ。さまざまな意味においてな。なんとか一緒に戦うぞ、クマコ。うん、うちもっと強くなるよ。ラント君と並んで戦えるように。これからは私が守ってやるのではない。共に助け合い、補い合うのだ。いいな。わかった、ラント君。うち、ずっとラント君の隣にいられるように、頑張るよ。よし、これで風花先輩も使えるようになったね。ミッションクリアです。はい、ということで今日はね、風花先輩がついに変身できるようになりました。これでね、ちょっとパーティーどういう風にしようか悩むようになったね。どうするか、まあとりあえずストーリーまだ進めていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。